はいおはよう。ちゃんくんぽんちゃんもう十分甘えてここに至ります。ぽんちゃんがなんか高い声で泣くようになりました。ぽんちゃん泣いてごらん。高い声でも泣くよね、ぽんね。って言ってるのね。ぽんちゃん。うん。ぽんちゃん。うん。どうした？ぽんちゃん。どうした？ちゃんくん。ちゃんくん。ちゃんくん。もう散々なでなでしてもらったのに、まだ必要ですか？うん。朝はどんだけやっても足らないのね、ちゃんちゃん。うん、ひひ。さあ、ご飯にしよう。君たちのおかげで作業が結構難しくなっているんですけれども、ぽんちゃん、ぽんちゃんなんか資料の上に載っちゃってるしね。ジャン君はノートの上に。寒いわけじゃないよね、ジャン君ね。今日は外気温が20度ぐらいで涼しいのは涼しいんですが、この部屋はね26度ちょっとですかね、という感じになっていて、寒くはないでしょね。なんとなくここがいいのかな。まあいいですけど、頑張ります、この状態でね。現在この棚の上を掃除中です。掃除をしてですね、こんなのを飾ってみました。なんかね、うちはぬいぐるみ多いです。ここにまだ掃除の済んでいない子たちがいっぱいいるんですが、まおいママさんがたくさん集めてしまうので、このように一かごにしたら、汚れたらね取り替えればいいかなっていうような、こんなアイデアどうでしょう。まあそのうち崩れるんですけどね、うちの場合は。そして、だん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 綺麗にしていく予定なんですが、ここ今なぜ一番最初にやってるかというと、北東の方向、鬼門ですね。鬼門を綺麗にっていうのは知ってるよ俺、あの風水っていうやつで言ってたよ。ということで、実はここがね綺麗にならない原因はこの機械類ね、これ黒犬の仕事道具ですが、この線ね、マオイママさん嫌っているこの線がぐじゃぐじゃしてるやつ、これもなんとかしないとね。ということで、あ、ここにインスタにさっきのこの子たちをあげてみました。これで iPhone で、インスタをアップするというのもいろいろ取り組んでいます。今努力中です。